アラケタールコムエスタン、皆さんこんにちは、エミコです。今日は暗記は無意味、最強インプット術というお話をしていきます。今回の動画では英語学習で注目されている第二言語習得論をスペイン語学習に置き換えながらお話をしていきます。第二言語習得論というのは、人が母国語以外の言語を身につけるときにどのようなプロセスを踏んで習得していくのかというのを研究する学問です。第二言語習得論は言語学はもちろん脳科学、心理学とも密接な関係があります。第二言語習得研究では多くの専門家が研究結果や理論を発表しています。その中でも有名なアメリカの言語学者スーザン・ガス氏が提唱した第二言語習得の時に脳内で起こるプロセスについて解説していきます。この認知プロセスとは、インプットからアウトプットまでの間に起こる学習者の意識の動きや意識の変化について示したものです。インプットが大事だっていう話は皆さんも聞いたことがありますよね。そして実際にたくさんの人が大量の情報をインプットしようと努力していると思います。でも実際にはちゃんと勉強してるのに話せるようにならない、文法を勉強すれば話せるようになると思ってたのに会話になれば頭が真っ白になってしまうというのが現実ではないでしょうか。一生懸命単語を勉強しようとしたり、問題集を解いたりしようとしている人ほど、いつまで経っても話せるようにならないということを感じていると思います。なんでやと思いますか？日本人だから？才能？語学のセンス？記憶力の差？年齢？全部違います。私はこれまで200名以上の方を指導してきて、早く話せるようになる人とならない人には大きな差があることに気づきました。情報をインプットするときに大事なことが抜けていると、今やってるその努力が無駄になってしまうんです。今日は効率的なインプットの仕方についてもワークを通じて解説していきます。大事なお話をしていきますので、ぜひ最後まで見ていってください。今回紹介する方法以外にも、短時間でスペイン語を習得するための具体的な学習法をたくさん紹介しています。これからもエミコさんの動画見逃したくない人は、今のうちにチャンネル登録をお願いします。では早速始めていきましょう。この動画を見ている皆さんは、スペイン語が話せるようになりたくて、いきなり単語や動詞の活用を暗記したことがあると思います。実はこれをしている限り、効率の悪いことを永遠としてしまうことになります。この考え方では、暗記が得意な人とそうじゃない人、継続する力がある人とそうじゃない人というように、元々の能力の差が出てしまいます。そもそも暗記が得意な人はこの動画を見ていないはずです。いつも言っていますが、私自身は単語の暗記が大嫌いで、今までやったこともないですし、動詞の活用を一つ一つ覚えたこともありません。やる気とかモチベーションとかいう移ろいやすいものに頼ってる時点で、語学学習は無理です。スペイン語を話せるようになるのに、才能とか環境とか一切関係ありません。皆さんはもしかしてスペイン語を話せるようになりたくて、いきなり単語の意味や文法を丸暗記しようとしていませんか？スペイン語だけでなく、語学学習は数学とは違います。公式を覚えて当てはめていくだけでは話せるようにはなりません。今日紹介することを徹底するだけで、日頃の学習の質が10倍以上濃くなります。それどころか、学んだ知識を垂れ流しにせず、実践で使えるようになるので、自然と話せるようになっていきます。学習歴に比例してスペイン語が伸びていきます。そうすれば、自信を持ってスペイン語を3年間勉強していますと言えるようになりますね。では、学んだ知識を垂れ流しにせず、実践で使えるようになり、自然に話せるようになるために大事なこととは何でしょう？結論から言うと、それは気づきです。気づきって何？って思いますよね。こちらの表を見てみてください。冒頭でお話ししたアメリカ合衆国の言語学者スーザン・ガスさんによる第二言語習得の認知プロセスをもとに作成した表です。なんか難しそうと思われるかもしれませんが、この後わかりやすく解説するので大丈夫です。インプットとアウトプットの間には4つのプロセスがあります。1つ目は気づき、ノーティシング。2つ目は理解、コンプリヘンション。3つ目は内在化、インテイク。4つ目は統合、インテグレーション。そしてアウトプットへとつながります。ちなみにこれを学習の過程でスムーズに行わなければ、インプットの効果が半減、または全部無駄になってしまい、学んだ知識をアウトプットすることができません。それでは上から順に解説していきます。これを知るだけでインプットの質がガラリと変わります。1つ目の気づき、ノーティシングは、学習者が自分の耳や目を通して入ってくる表現や音などに意識を向けること
ことです。例えばなんとなくスペイン語の音楽を聴いているときは気づきは生まれません。でも学習しているうちに単語が拾える瞬間ってありますよね。バイラールとかコラソンとか、こんな感じでぼーっと聞いていた状態からあと思った時、注意を向けた時に気づきが生まれます。これが学習のインプットとどのように関係があるかは後ほどご説明します。二つ目、理解コンプレヘンションは、一つ目の気づきから単語や文法の意味を理解する段階です。例えばボンやバイラールという文があった時に、単語単語の意味だけではなくイールアープラス動詞の原型という構文は何々する予定、未来を表す表現だという文法知識を使って文の意味がわかる。これが理解の段階です。3つ目の内在インテイクは、その名の通り理解したものを自分の内側へ取り込んでいきます。ここでは2つ目の理解の段階で立てた仮説を検証します。ボイやバイラールを実際に書いたり話したりすることで、相手の反応を見て正しく使えているかどうかを確認する段階です。4つ目の統合インテグレーションというのは、学習した表現が長期記憶として定着し、自動的に使いこなせるようになる段階です。何度も使うことで記憶に定着させていきますよね。先ほどの例だと、毎週ズンバのレッスンに行くたびに毎回ボイヤバイラールと繰り返し言うことで、意識しなくても勝手に口から出てくるようになるということです。簡単にまとめると、1番、なんとなく聞いていた音楽からバイラールという単語に気づいた。2番、ボイヤバイラールという文を単語と文法知識を使いながら意味を予測する。3番、そして実際に書いたり話したりすることで予測した意味が合っているかどうかを確認。4番、そして最後にボイやバイラールを何度も使うことでアウトプットができるようになるということです。もう少しわかりやすく身近な例で例えてみましょう。例えば先日受講生さんから、ペルー産のアボカドをスーパーで見かけたので買いましたというメッセージをいただきました。そしてそのまま、あれアボカドってアボカドでしたっけと聞かれました。はい、皆さんはアボカドはスペイン語でなんて言うかご存知ですか？アグアカテというのはメキシコなどでの呼び名です。ペルーではパルタと言います。これはマチュピチュで有名なインカ帝国の公用語であったケチュア語から来ています。これを今回の4つのプロセスで考えてみると、1番、アボカドってスペイン語でなんて言うんだろうっていう気づきがある。2番、辞書で調べてみるとパルタと書いてあったので、エミコさんに提出する作文課題で実際に使ってみた。3番、指摘されなかったので検証完了。4番、自信を持って使えるようになり定着する。ここまで来ると、お友達と話をするときにも、テグスタラパルタ、クアントクエスタウナパルタインハポンというアウトプットができるようになりますね。つまり気づきがあって、理解を元に予測して、それが合ってるかどうかを確認し、繰り返し復習して定着させるということです。このプロセスが語学学習では必要です。皆さんはどう思いますか？意味を調べて、こういう時に使うんだろうと予測して、合ってるかどうかを確認して復習するというのはすでにやってませんか？単語暗記してる、文法も勉強してる、反復練習もしてるのに、全然頭に入ってこない、すぐに忘れてしまう、実際の会話で使えないっていうことありませんか？大事なので繰り返しますね。単語暗記してる、文法も勉強してる、反復練習もしてる、はい、4つのプロセスの中で足りないのは何ですか？そう、気づきの部分ですよね。ほとんどの人がやってしまってる単語をただ暗記してるだけでは頭に入らなくて普通なんです。普段スーパーで目にしてる野菜も、意識を向けて初めて気づきになります。あれ、アボカドってなんて言うんだろうって思うこと、そしてアボカドという単語は誰とどんな場面で話すときに使うのか、どんな文を組み立てられるのかという疑問を持つこと、この気づきが大切です。大事なのは気づき、まず意識を向けることが必要です。ほとんどの人がアボカドアパルタ、アボカドパルタ、アボカドパルタって呪文のように覚えようとしてると思います。残念ながら気づきなしに暗記しようとしても、情報が頭の中に、ね、入ってきにくいんです。だって必要性を感じないですもんね。さらに頑張って根性で覚えようとしても、気づきをすっ飛ばしてしまっているので、アウトプットがねできないんです。実際の会話で使えないということが起こってしまうんです。ここまで
までお話ししてきて、気づきって結局何なんって思っていませんか？一言で言うと、身近に感じるということです。特に文法を理解するときに、文法ルールだけ丸暗記しようとする人がいます。語学は数学ではないので、公式だけ覚えて当てはめようとしても無駄です。ルールを知っていても使えないと意味がないんです。では、スペイン語文法学習においての具体例を挙げてみましょう。では皆さん、セールとエスタールの使い分けのルールは何でしょう？5秒待ちますので答えてください。ほとんどの人がセールは変わらないこと、エスタールは一時的なことと答えられたと思います。では、この野菜安いねはセールとエスタールどちらを使うと思いますか？3秒待ちますので考えてみてください。正解は S バラート、エスタバラート、どっちでも OK です。ただ、使う場面が違います。皆さんは使う場面の違いをイメージできますか？ほとんどの人がね、わからないと思います。ちなみに、セールとエスタールの本質的な使い分けの違いについては、こちらのビデオで詳しくご紹介しているので、ぜひご覧ください。ネイティブスピーカーの感覚を解説しています。S バラートはセールを使っているので、性質ですよね。なので、そもそも安いもの、もやしとか、エスタバラートはエスタールを使っています。いつもはそうではないというニュアンスが出ますので、普段は高いお野菜の値段が下がっている時などに使います。いつもは1個300円するアボカドが1個100円セールを行っているというような時などに使います。この違い大丈夫そうですか？お野菜だけじゃなくて、果物、お洋服、口座など何でも同じです。このようにセールとエスタールの違いについて学んだら、どういう場面で使えるの、どういう風なニュアンスの違いが出るのっていう風に具体的なシチュエーションをイメージすることが大事です。これが文法を勉強するためだけの勉強にならずに、使いこなせるようになるための学習法です。これらが気づきになっていきます。気づきを得るイコール身近に感じるということです。でもそんな浮かんでこないと思いますか？実は意図的に作り出していくことができます。いつも通りここからは皆さんが実践できる具体的な方法についてシェアしていきます。私のお箱はスペイン語が話せるようになる学習法なので、スペイン語が話せるようになるという観点からお話をしていきます。結論から言うと、それは先に日本語で考えるです。スペイン語はスペイン語で考えるべきでしょと固くなに日本語の介入を嫌がる人がいますが、私はこれは非効率だと思ってます。人それぞれ学習歴やバックグラウンドが違いますよね。私はこの方法で話せるようになりましたっていうことは簡単なんです。でもそれだけでは意味がないと私は考えてます。再現性がないものや他の人に当てはまるかどうかわからないものをお伝えするわけにはいかないなと私は思っています。実際に受講生さんの結果が出た方法や研究結果が出ているものをお伝えしています。先ほど気づきを得るイコール身近に感じることだとお伝えしました。身近に感じられる内容は皆さんお一人お一人違います。例えばお料理が好きな人は、ザルにあげるってなんて言うんだろうというところが気づきになるかもしれないですよね。サッカーが好きな人は、もしメッシーに会ったら何を聞きたいですか、何か一つお願いができるとすれば何をお願いしますか。他にも好きなスポーツ選手やアーティストの方がいる方は、その人に会ったら何を聞いてみたいか、何をお願いしたいかということを考えてみてください。そして日本語でコメント欄に書いてください。一度日本語で考えてから、そのお願いしたいことや聞きたいことをちゃんと相手に伝わるスペイン語にするにはと考えるんです。ワクワクしませんか？ちゃんと伝えたいって思いませんか？一回日本語にすることで整理されて明確に言語化することができます。ということは、身近に感じるイコール必要な表現なんだっていう気づきがあるので、脳にも入ってきやすくなるんです。ではこれに対して、背は不安よりも背が高いといういつ使うのかわからない単語帳に載ってる例文をいきなり暗記しようとすればどうでしょう。脳にとっては気づきも短さもないためスルーされてしまいます。気づきなしで覚えようとしてもすぐに忘れてしまうので、その労力がもったいないですよね。全部無駄になってしまいます。たくさんの方が勘違いしがちなのですが、お一人お一人必要な単語やよく使うフレーズって違います。だから本に載ってる表現をそのまま暗記しようとしても使えないんですよ。せっかく頑張って覚えるのやから使える方が良くないですか？大事なのは自分にとって
必要な表現を学ぶということなんです。それを知るためにも一度日本語で書く、言語化する作業は欠かせません。講座内でも例文作成は必ず行います。これらはただの例文ではありません。あなただけの、あなたのための大切なフレーズ集です。どんな本よりも、有名な参考書よりも価値ある作品集です。ゴミに捨てることなく、どんな時も自分の味方でいてくれる学習ノートをぜひ作ってくださいね。ということで、今回は暗記は無駄、最強インプット術というお話をしました。お知らせの後に明日からすぐ使えるように復習します。エミコさんのメルマガでは、ペルー在住歴7年の私の全てを詰め込んだ世界一わかりやすいスペイン語の教科書完全版を無料で配信しています。短期間で効率的にあなたの望むスペイン語力を手に入れて、望む人生を手に入れたいのであれば、ぜひ動画下の概要欄から登録しておいてください。そしてこのチャンネルでは、ペルー在住者ならではのちょっと変わった文法講義や、最短でスペイン語が話せるようになるための学習法をシェアしています。だから、そういった動画を見逃したくない人は、チャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。では最後に復習をして、明日から使えるようにしましょう。今回は暗記は無駄、最強インプット術というお話をしました。短期間でアウトプットができるようになり、スペイン語が話せるようになる方法は何でしたか？ただ覚えてインプットしようとするのではなく、覚える前に必ず気づきが生まれる工夫をすること。具体的には、日本語で自分が使う言葉を先に書き出してからスペイン語にするということをしてみてください。そうすることで、ただの例文ではなく、あなたのオリジナルかつ使えるフレーズ集を作ることができます。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。これからも一緒にスペイン語学習頑張っていきましょうね。スペイン語学習ってね、英語と違って周りに学習者がいなかったりすることも多いですよね。孤独を感じてしまったり、辛くなってやめてしまおうかなと思うこともあると思います。でもそんな時は、エミコさんの動画を見てモチベーションアップしてくれたら嬉しいです。 Facebook ライブなども定期的にやってるので、ぜひ直接会いに来てください。皆さんから、もっと頻繁に動画見たいというお声たくさんいただきます。ありがとうございます。でも実際には、動画1本作るのになんやかんやで5日くらいかかってしまうっていう理由で、頻繁に配信できてなくてごめんなさい。私は適当な内容の動画出さないって決めてるんです。うちのスクールには、何年もスペイン語勉強してるのに話せるようにならないっていう方が悩んで来てくださいます。みんなちゃんと頑張ってる人たちなんです。でも、いろんな情報に惑わされてしまったり、迷子になってしまったりしていて、もう自分にはできないんじゃないかって思ってしまってる方もたくさんいます。でも、そうなってしまった原因って、巷にあふれる間違った語学学習の常識を信じてしまってるからなんです。そんな中で、もし私が中途半端な動画を作って、皆さんが間違った情報を受け取ってしまったら、さらにスペイン語が話せなくなってしまいますよね。それが絶対に嫌なんです。なので、少し時間はかかってしまいますが、これからも皆さんにとって少しでもお役に立てるような動画を配信していきます。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Muchas gracias por ver mi video. Chao!